はいみなさん、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。今日はですね、こちらダイソーさんのリサイクルコットン100%という糸を使って編める、えー、っと袖なしのロングカーディガン。ちょっとボヘミアンなスタイルの、ボホスタイルのカーディガンをご紹介していきたいと思います。よろしければね、皆さんもお試しいただけたらいいなと思います。結構あの早く編めると思いますのでおすすめです。 でえー、使う分量等は最後でご,ご案内させていただきますけれどももし、まあ、リサイクルコットン100%ではない糸をお使いになる場合代わりに使われる場合にはあのい半インチですね大体 1.3cm くらいなんですけどその間に8本から9本ぐらい大体、まあ、いい8本ぐらいかな8本ぐらい 入っている糸を使っていただく、あるいは、えー、ラベルに記載のかぎ針サイズであのご紹介しますけれども、そちらに合うサイズのものをお選びいただくとよろしいかと思います。この場合は、えー、半インチの中に8本入っておりますので、1インチあたり 16WPI という形になります。 50g で,、えー、50で 120m の糸なんですけれども今日はこちらラベルのところに 50g120m 綿100%と記載があってかぎ針が 3mm から 4mm 推奨ということですね。ということで 4mm を使っていきたいと思います。 推奨ゲージ23目30段っていうことなんですけど、ちょっとこれは、あの、メリヤス編みなので、また若干変わってくると思いますので、こちら最後でまた、あの、ゲージ等もご紹介していきたいと思いますので、よろしければ最後までご覧いただければと思います。とっても簡単なパターンなので、ゆっくり説明したので動画長くなっておりますけれども、内容的にはとても簡単なので、皆さんお気軽に編んでいただけると思います。はい。 ではどんなカーデガンを編むのかなって気になってらっしゃると思いますので一緒に見てい,いきたいと思いますまあ,あの10玉もあれば編めますのでそんな感じで思っていただければと思います はい。これが今回ご紹介していく袖なしのロングカーデガンになります。ちょっとね、松ぼっくりのような模様が交互に入って、まあ、ダイヤモンド型といいますか、すごくあのシンプルで綺麗ですよね。色の選び方もとても参考になります。あのブルーグリーンでとても涼しげで着心地も良さそうですね。 で、あの下にフリンジがついているので、あのフリンジで長さを調整していただくこともできます。で、底部分、あのつなぎ目なしで編んでいきます。ですので、最初に全ての作り目を編んで、それからアームホールですね。袖ぐりを編んで、最後は肩をつないでいきます。肩も編みながらつなぐ方法をご紹介しますので、本当に簡単に編んでいきます。で、最後に前立てと後ろの首周りにまのエジング、そして袖周りに。まあ ボーダーのようなエジングを入れてフリンジをつけたら完成というとてもシンプルで簡単なパターンとなりますほとんど増し目もないですしまあ減らし目といえばあの脇ぐりのところぐらいなので本当に簡単だと思いますあの編み目クローズアップしたものがこちらになりますもうすごく簡単ですよね交互に入っているので簡単ですサンプルを編んでみました こんなな感じになりますこれはちょっとサイズあのかぎ針サイズが違うんですけどまあ、編んでみるとこういう模様そしてちょっとあのひらひらとしたフリンジあのボーダーが見えてると思いますけどこのエッジング縁飾りを入れていきたいと思います。ということでもう少し詳しくパターンを見ていきたいと思います。はい こちらのデザインなんですけれどもピンタレストで見つけた写真でちょっとオリジナルのデザインがどなたのものかわからなかったんですけどあのこう模様の数とかも数えやすかったのでその数であの組み合わせてちょっと編んでいけるようにしようかなと思いました。だいたい幅が6 0センチぐらいになる予定ですので。 はいあの、肩から肩5 4ンチぐらいになる予定ですね。でフリンジをつけて、まあ、大体80何 cm かの長さになってくるので結構長めです。であの長すぎる短すぎると思われる方はあの調整できるようにところどころでコツをご紹介していきますけれども今回はここに書いてあるあの段数と目数で編んで で編みみ方方の基本ととなる編編をご紹介したいと思い思ます。編んだあと今アフレコで入れてるんですけどあの若干ちょっとゲージが違いましたので段数と変更になるとは思うんですけど、まあ、コツということでこの段数で編み方ある程度見ていただければ。 あの、もう分かりやすいかなということで、ちょっとサイズは感は違いますけど、それでやっていきたいと思います。で、実際に編まずに、あの、もうサンプルで編んでいきますので、小さなミニチュアサイズを編んでいくんですけれども、皆さんの場合は、に編めるように段数等もご紹介しておりますので、そちらを参考にしていただければと思います。はい。で、あの、書いたパターンの方がいいということであれば、ブログの方にご用意させていただきますので、またそれは出来上がり、あの、 下の説明欄に置いておきたいと思います。で、えー、っと。前が八目で、後ろが十目。で、ええ、十八回パターンを繰り返していきます。で、一つの模様が、まあ、十目なので。大体。十八、十目、百八十目ぐらいですね。で、で、一二三四五。 6回繰り返すのに一模様が、まあ、10目8段なので割とちょっと大きめの模様なので模様を合わせての,あのがちょっとやり割とアレンジしにくいところはあるんですけれどもこの脇ぐりですね脇ぐり大体深さ1 8ンチぐらいでやっていこうと思って。 ままあ、まあ袖ぐりが4 2ンチぐらいかなという計算をしてるんですけどちょっとあの。 思ってたサイズにはならなかったのでこれはまた後で訂正版のところを動画の最後でご説明していきたいと思いますのでご容赦いただければと思いますでも編み方自体はすごく簡単なのでまあ、もし編みあの脇ぐり少し広めに取りまし取ったものをご紹介しますけどそれでも足りない場合はここはあの適当に何センチ欲しいか先に確認しておいてあの段数マイナスでえっと編んでいただくあるいはプラスで編んでいただいて構いませんのでまあ そんな感じでやっていただければと思います。はいで、えー、最後に前と後ろと前を。縁飾りを入れていく、そしてその方えー、これが48段だと16回入るんですね。で、後ろに3回入るという形になっております。 計算自体はとてもシンプルなので、まあ、この模様をちょっと採用したのにはとても簡単にデザインがしやすいかなと。あと見ていてどこを編んでるか目で確認しやすいので間違いが少ないかなというところもいいかなと思ってこのパターンでちょっと今回ご紹介させていただこうかなと思いました。リサイクルコットンね人気なのであのちょっと手に入りにくいかもしれないんですけど手に入ったらお試しください。 はい。ということで、作り目なんですけど、まあ、ゲージこのように書いてますけど、あの、あんまりここは気にしなくていいです。作り目181目で作っていきます。幅の16.7っていうのはほぼ同じだったんですけど、あの、ちょっと高さが違ったので、えっ、ー、と、作り目は181目で作っていきます。で、横にマーカーがあると思うんですけど、前身頃後ろ身頃っていう風に色を変えていただくと間違いにくいのでいいと思います。 まず結び目を作りましたら、10目ずつ鎖を作編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 というふうふ10目編んだらマーカーを刺す10目編んだらマーカーを刺すというふうにしていただきますと間違いも少ないですし数えやすいので簡単ではないかなと思いますごめんなさいちょっと猫がまた邪魔をしに行きましたけれどもはいえー、っとこのようにマーカーをつけておいて10目ずつ編んでいきますよ1 2 3 四、五、六、七、八、九、十ということで、はい、十目編んだらマーカーを刺す。今回前身頃はえパターン二回の繰り返し、後ろ身頃はパターン四回の繰り返しで編んでいきます。一、二、三、四。 後ろ身頃のマーカーカを指しますこのようにしておきますと間違った時もあの戻りやすいですし確認しやすいですよね。で色で分かれてるので後ろ身頃、前身頃って分かりやすいかなと思います。このまま編んでいきますね。はいでえー、全部で 今回は61目です、ね、60目プラス1目で編んでいってみたいと思います。ということで作りそれではちょっとあの最初の土台の目を編んでいきたいと思います。 はい、えー、この写真ではですね、土台の目は編まれてないんですけど、このように鎖が多い時は作り目を編んだ後に一段細編みを編んでおきますと目がしっかりするので、その後、あのー、たくさん目を入れたり透かしを入れたりとしても目が崩れにくくていいと思うので、今からその補強も兼ねて土台を編んでいきます。立ち上がりに鎖を一目入れたら一目目はスキップして、二番目の目の 裏山にから、えー、各目に細編みを1目ずつ入れていきましょう引っ掛けて戻したら2本引き抜きますこれを繰り返して各目に細編みを入れていきます裏山に刺して引っ掛けたら戻してきて糸を引っ掛けて2本引き抜きます全部で181回細編みを入れていきますよ 少しね始まりの鎖を緩く編んでおきますと入れにくいということもないのでちょっと若干緩めに鎖を編むあるいはワンサイズ大きなかぎ針を使って鎖を編んでからこの4ミリのかぎ針で細編みを入れていっていただければよろしいかと思います。最初のねこの鎖に目を入れるの結構ねあの時間はかかるんですけど やっておくのとやっておかないのでは全然違うので、ぜひ皆さんも最初は細編みから始めるようにしてみてください。はい、これでほぼ。最初の。十目のところを編んで。マーカーが見えてきましたね。で、マーカーの目に刺します。 で最後11目編みましたのでこのマーカーの目で12番目になってるはずですので数えてみますね。ということで、はい、12目入ってるので間違いないです。で同じようにあとも編んでいきますね。 はい、それでは8段あるうちの1段目を編んでいきますえー、っとほぼ長編みで編んでいきますので鎖3を長編み1と数える以外は難しいところはないですよ。ままず立ち上がりに鎖を1回、2回、3回入れます。で裏返しますね。これを立ち上がりの鎖長編み1と数えます。 そしたら今最初の目を編みましたので2番目の目にかぎ針を刺して長編みを編みます。2本ずつ2回通します。隣の目にも糸を引っ掛けたら刺して糸を引っ掛けて戻して2本2本と通して長編みを編んだら同じ目にもう一度長編みを編んで1つの目に長編みを2回編みます。で鎖を1回入れます。 そして。目を二目スキップします。一、二、スキップして、その隣の目に長編みを入れましょう。はい、入りましたね。鎖を一目入れたら。二目スキップします。一、二。隣の目に長編みを二回入れますよ。長編みを。一回、同じ目にもう一度長編みを。 入れます長編みが2回入りましたらはいこういう形ですね続く1,2,3個の目に長編みをそれぞれ一つずつ入れていきましょう1回2回3回入れますはい3回入りましたらその隣の目に長編みを2回入れましょう はい、これで長編みが七回入ったことになりますね。はい、そしたら鎖を一目入れて。二目スキップして。その隣の目に長編みを入れます。で、同じように編んでいきますよ。二本。二本と通して長編みを編んだら。繰り返しです。鎖を一目入れて。二目スキップ。 そして長編みに。1回。2回入れます。長編みを3回入れますよ。長編みを1回隣にも入れて2回、その隣にも長編みを入れて長編みを3回編みます。はい、その隣に長編みを2回入れましょう。 2回,2回、鎖を1目入れたら目を1、2、2目スキップしてその隣の目に長編みを入れましょうこれを繰り返していきますはい、こんな感じですねはい、最後ですね長編みを2回入れたら残る2つの目に長編みを1回ずつ入れて 全部で長編みを四回編んで、編み終わります。始まりも長編み四目、終わりも長編み四目という形になりますよ。はい、編み終わりました。はい、これが一段目の編み方です。続いて二段目を編んでいきましょう。はい、それでは八段のうちの二段目を編んでいきます。 これもそんなに難しくないのですぐ覚えれると思います。まず立ち上がりに鎖を3目入れて長編み1と数えたら裏返しましょう。裏返したら最初の目は使いましたのでその隣の目に長編みを入れます。その隣の目にも長編みを入れましょう。 はい、合計で長編みが3回入りましたね。1、2、3ですね。はい、下は4つですので1つ減っています。そしたら鎖を2目入れて、はい、1目スキップして鎖をスキップしたら、下の長編みの目ですね、この長編みの目に長編みを入れて縦ラインを作ります。 この縦ラインがあるので見落としに,やすあなにくいと思います。で鎖を2目編んだら最初の目はスキップして2番目の目から各目に長編みを1回ずつ入れて長編みを5回編みましょう。1回2回3回4回5回ですね。はい。隣に2番目を入れます。2回3回 4回5回はい入りましたそしたら鎖を122回入れて隣の長編みですねこのスペースとスペースの間にある縦の長編みの目に長編みを入れてはい、これで、えー、枠組みを作っていきます。鎖に 一目スキップして二番目から長編み五。一。二。三。四。五。はい鎖を一回二回入れて。 長編みの目に長編みを入れますはい、この繰り返しですねはい、えー、そしたら同じように繰り返していきましょう鎖にスキップ、長編み5ですね 常にこのように口の中で唱えながら編んでいると間違わないので鎖に長編み12345というふうに数えながら編むといいと思います。で鎖に1回2回長編みを探して長編みというふうに 言いながら編んでいくと間違わないですよ。鎖に。はい、これを繰り返していきましょう。最後ですね。最後一目目スキップして、長編みを三回入れて、編み終わります。一回。二回。三回。 はい、これで2段目が編み終わりました続いて3段目を編んでいきましょうはい、それでは3段目を編んでいきましょう立ち上がりには鎖を3回入れますそして裏返したら隣の目にもう1個長編みを入れて長編みを2回作りますね2番目の目ですね最後の目には目は入れません そしたら鎖を三回入れます。一回、二回、三回。そしてはいこの長編みの目に長編みを入れましょう。はい入ったら鎖を一二三回入れて、はいここに五つ長編みがありますので二番目の目から各目に長編みを三回入れます。 2回目、3回。はい、3回入ったら、鎖を3回入れて、長編みの目に長編みを入れて、枠組みを作っていきますよ。鎖3、スキップして、2番目から長編み3、1、 二。三。鎖三。長道。はい。これを繰り返していきましょう。最後ですね。最後は鎖を三回入れて。一目目をスキップして。 最後から2番目と最後の目にそれぞれ長編みを入れて編み終わりましょう鎖123番目ですねはいこれが3段目の編み方となります続いて4段目ですはいそれでは4段目を編んでいきましょう立ち上がりに鎖を123そして45 ということで、長編み1と鎖2のスペースを作ります。そしたら、先ほどまで編んできた、この目はスキップして長編みの目がありますよね。この枠組みの長編みの目の中に長編みを5回入れましょう。1回、2回、3回、4回、 5回はい、5回入りましたね鎖を2回入れますはい、ここに長編みが3個ありますので1つ目をスキップして2番目の目に長編みを入れましょう長編みが入りましたはい、今まで枠組みを作ってたところが入れ替わりますよ鎖に はい、長編みに長編み5、1回、2回、3回、4回、5回、1回、2回鎖を入れて、長編み3の真ん中の目に長編みを入れます。 はいこれを繰り返していきます。鎖に、はい、長編みですね。目印に長編みを見ておけば数を数えなくてもパッと見つけて飛んでいくことができますのでコツを覚えてしまうとどんどん編むのも早くなりますね。4回。 5回長編みを入れる5回長編みを入れた時は必ず鎖は2回ずつですそして3個ある時は必ず真ん中に長編みを入れます鎖にはい、これを繰り返していきます最後ですね最後は鎖の3番目に長編みを入れて編み終わりますはいでは続いて 5段目を編んでいきましょうはい、それでは5段目を編んでいきます立ち上がり鎖3を入れたらさらに鎖を1目入れます合計で鎖4ですね長編み1と鎖1が入りましたそしたら5つ長編みを入れた最初の目に長編みを2回入れます 1回、2回はい、続く1、2、3個の目に長編みをそれぞれ1回ずつ入れていきましょう。長編み1、長編み2、長編み3、最後の目にも長編みを2回入れましょう。1回、2回、 入ったら鎖を1目入れます。はい。そしてこの長編みですね。枠組みの長編みに長編みを入れていきます。場所が入れ替わりましたね。鎖1はい。最初の長編みに長編みを2回続く3目に長編みを1回ずつ入れて1回 二回。三回入ったら。最後の長編みに長編みを二回入れましょう。一回。二回。入ったら鎖を一目入れて。長編みの目に長編みを刺します。はい、この繰り返しですね。場所が入れ替わりましたね。 全部で8段編んでいく、その4段ごとに模様が入れ替わっていきます。スイッチ、スイッチという形で入れ替わります。なので入れ替わるタイミングやコツを覚えてしまうと、これはもう本当に考えなくても編めるぐらい簡単です。鎖を1目入れて、はい、ここですね。ここは長編みが入ってますので、長編みが場所がここ、この右から左に移動しましたね。 そして続いて長編みだったところに長編みが5回入って松ぼっくりの目を入れることができるようになりましたはい2回入れましょう全部で長編みを7回入れます最初と最後が2回で4回あるので真ん中は3回ですねで長編みが7回入った時は鎖は1回です そのポイントを要所要所覚えておきますとあ今ここは長編み7回だから鎖は1回だなというふうに覚えれるので、えー、簡単ですねまあ簡単に言うと10目からの引き算にはなるんですけど、まあ、そのように数えた方が数えやすいので私はいつもそのように次は鎖1というふうに数えておりますはい最後ですね長編みが 全部で7回入りました。そしたら鎖を1目入れて続いてからちょっと長鎖が長いので下から鎖を数えて下から3番目の鎖に目を入れるようにしていきます。鎖とスペースが鎖で一緒になっているのでちょっとここが間違いやすいポイントですね。はい はい。それでは6段目を編んでいきましょう。立ち上がり、鎖3目を編んだら、鎖2のスペースを作ります。鎖2のスペースがつくということは、続いては長編みは5回ですので、7つあるので、最初の目をスキップして、2番目の目から長編みを5回編みます。1回、2回、3回、 4回5回5回編めたら鎖は2回ですよね5の時は鎖2ですそして長編みに長編みを入れましょう鎖2スキップ長編み512 三、四、五、鎖に長編み。簡単ですね。はい、これを編んでいきます。最後ですね、長編みが５回入ったら、鎖を２回入れて、下から数えて鎖の３番目に長編みを入れます。 では続いての段を編んでいきましょうだんだん形が見えてきましたはい最後の八段目7段目ですね続いて鎖3そしてさらに鎖3で合計鎖を6回入れます長編み1と鎖3のスペースですでこの鎖3が出てきた時は長編みは3回ですね 一つスキップして真ん中の三個に長編みを入れますはい。この段が多分一番ちょっとふらつきやすいのであの編み始めや編み終わりに使うのはちょっとあまり補強性が補強ができないのであまりおすすめはできません鎖を三回編んだら長編みに長編みを入れましょうですので この、まあ、ここはちょっと段の途中に入れていただく方がいいです。鎖3、長編み3、鎖3。えー、っと、4回に1回出てくる形だと思うんですけれども、なので編み始め、編み終わりにはここは持ってこない方がいいですね。長編み3回入ったら鎖を3回入れて、長編みに長編みを入れます。で、この鎖3、長編みんが出てきたら、続いて、えー、場所がスイッチ。 移動すすするサインとなりまま、はい、長編みを3回入れますここでもうこ,ここを編んだら続いて場所が変わるんだなというふうに思っていただくと編み目を覚える時のポイントとしてとても楽になると思うのでそのように覚えてみてください。最後長編みが3回入ったら鎖を3回入れて。 はい、鎖の3番目ですね。鎖の3番目に長編みを入れて編み終わります。はい、で、あと1段で終わりますね。ここに鎖の2目のスペースが入りますよ。はい、最後の段となりました。立ち上がりに鎖を3目入れます。長編み1と数えたら裏返して、同じ最初の目に 長編みをあと2回入れて長編みを合計で3回編みましょうはい場所が変わったサインなんですね長編みさん鎖さんが来た後長編みを3回入れたら鎖を2回入れて長編みさんの真ん中の目に長編みを入れます鎖を2回入れましょう 今まで長編みを入れていたところに長編みを5回入れましょう。長編みが5回なので、鎖のスペースは2となりますね。ですので、先ほどお伝えした通り、長編み3、鎖3を見かけたら、次の段はもう場所が移動になるということですね。今まで長編みの枠を組んでたところに長編みを5回入れて、鎖2回入れて、今まで <laughs> 松ぼっくりを編んでいたところが今度、 枠組みに変わるとということですすねシンプルで,すよ、ねはい、でもうあとは長編み後ということであの長編みさん鎖さんの後あとはあ次は長編みを5回入れて鎖2で長編みだなというふうに思っていただけるとポイントとしてあの8段目編んでるのかな何段目編んでるのかなとかあまり考えずに、えー、と連続でこの模様を ノンストップで編んでいくことができるのでとても簡単じゃないかなと思います。はい、ここですね。先ほどさっきやってますよね。同じ繰り返して場所が移動しております。この場所の移動はこの長編み後で移動になりますよ。はい最後ですね。一二三、鎖の三番目に長編みを三回入れて編み終わります。 ここ始まり、も長編みえ鎖が6回あるのでちょっとね。やっぱりふらつくんですよね。はい、これが8段の編み方となります。もう一度9段目を編んで、ちょっとさあの復習していきたいと思いますけど、これをずっと繰り返していく形となります。もうだいたい模様出てきているので、どんな感じになるか想像しやすいんじゃないかなと思います。 はい。それでは復習を兼ねて、9段目を編んでいきましょう。覚えてますか鎖を3回編みましたね。立ち上がりは鎖3です。そして最初の目をスキップして、2番目に長編みを入れた後、3番目の目に長編みを2回入れました。はい。これでもう何をしてたかわかりましたね。で、鎖を1回入れたら、長編みに長編みを編みますよ。 長編みは4段ずつ場所が入れ替わるので、今これ2段目を編んでますよね。1段目なんですけど、長編み自体は2段目を編んでます。4段編んだら場所が移動する。まあ、そんな風にも覚えていただいてもいいとも思います。覚え方は自由なので、皆さんが覚えやすい方法で覚えていただければと思います。で、ここは長編みを7回に増やしていく増、ま、し目の段ですね。はい。 増し目の7つ入れたときは、鎖は1回ですよね。はい、こういう形ですね。で、鎖を1回入れたら、はい、長編みに長編みを入れましょう。鎖1。ということで、えー、もう皆さんもだいたいコツは分かってこられたんじゃないかなと思います。 要は8段ワンセットなんですけど根本的には4段の,あの場所の入れ替わりなので4段の構成を覚えていただくと大体いい編めるようになってます長編みを入れるのかそれとも、えー、枠を作るのかこの松ぼっくりの形を形成するのかというそれだけなのでとても簡単じゃないかなと思いますね 1> 鎖1ということでこれを繰り返していきましょうであの脇ぐりのところまで行きますで脇ぐりのところ私は12段編みますけど皆さんは8段の繰り返しプラス4段で編んでいただいて44段まで編んでください はい、えー、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12段まで編んできましたで。45段目またはパターンの5段目まで編んでください。それでは今から前身頃と後ろ身ごとを分けていきます。で、間に、えー、っと、脇ぐりを作っていきますね。で、あの、先ほど前身頃と後ろ身頃でマーカーの色を変えてたと思うんですけど、 そそれれが目印印にになりまますすのでそので間に印を入れていきます今回は前身頃片側と後ろ身頃の途中までとなっておりますけれども前身頃の一番端のマーカーを、えー、っとここがしあの脇のサイドシームになりますのでそこから左に移動して長編みが5つ入った長編みの3番目にマーカーを入れます。 反対側も同様に長編み5の3番目の目にマーカーを入れてそれぞれ間が9目開くようにマーカーを入れておきます反対側も同じようにしましょうでこの部分は編まないのでここから、えー 今入れた前身ごろのマーカーまでを、肩まで編んでいきます。でこちら青い方は後ろ身ごろの編んでいく目印の端となります。この黄緑と青の間は編みません。折った時にこのマーカーとマーカーから左側の部分が少し開く形となります。はい。では編んでいきたいと思います。 続いて5段目を編んでいきます。ですので4段目を編んだところまでですね。はい、では編んでいきましょう。続いては、えー、鎖5目編みます。1、2、3、4、鎖5目じゃない、鎖4目ですね。長編み1と鎖1、そして長編み後の一番最初の目に長編みを2回入れましょう。続く3目にそれぞれ長編みを1回ずつ入れて、 最後の目に長編みを2回入れましょう入ったら鎖を1目入れて長編みの目に長編みを刺しますでこれを続けていってあの次なんですけどここが端になりますね端の編み方なんですがまあ最初はいつも通り最初の目に長編みを2回入れますよね 長編みが2回入ったら、残る2目にそれぞれ長編みを1回ずつ入れて、全部で長編みを4目編みます。はい、計算上、3.5回の繰り返しとなります。今ここでは1.5回ですけれども、皆さんのカーディガンですと3.5回になります。立ち上がりに鎖を3目入れたら裏返して、ここは編みませんよ。 はい、続いて、えー、長編みを3回入れますね。で、鎖を2回入れる。そして長編みを入れます。鎖を2回入れて長編みを5回入れていきましょう。最初の目と最後の目はスキップしましょう。 34。最後鎖を2回入れたら、鎖の下から3番目に長編みを入れてこの段を編み終わります。はい、これでえー、っと2段編めました。これで繰り返していきます。で、肩の高さになるまで。 編んでいきましょうで8、えー、編み終わりなんですけれども3の倍数の段下から数えて3の倍数の段で編み終わっていただくと後でエジングボーダーエジングを入れやすいのでよろしいかと思いますであの脇ぐり開けるときはこの5段目だけると比較的理解しやすいと思いますで前身頃をそれぞれ、えー 右と左で肩まで編みましたら最後後ろ身頃を編んで後ろ身頃肩の高さまで編んだ後とジョイン圧融合ですね編みつなぎの方法で肩のラインを編みながら繋いでいくという方法をご紹介していきたいと思いますとりあえず前身頃左右どちらも肩のラインまで編んでいきましょう で、最後は後ろ身頃を編んでからつなぎますよ。はい。全部で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12段まで編んできました。で、これが、えっと、3の倍数なので、で、えー、ここで12段で大体高さが18センチぐらいですね。ですので、まあ、ここで一旦終わろうと思います。 で終わる時なんですけど、あのー、このままだとちょっと頼りないので補強をしたいなと思うんですけれどももともとのパターンを見てお,きおりますとここには補強のラインが入ってないんですよね。でもおそらく補強は入れておいた方が、あのー、しっかりとすると思うので今からこの最終段補強を入れていきたいと思います。 最初の編み始めにやったことと同じで細編みを入れていくだけなのでもうとっても簡単だと思いますよ。鎖しで立ち上がったら裏返して長編みの目にそれぞれ細編みを入れていきましょう。2回。3回。そして鎖2のスペースに細編みを2回入れたら 長編みの目に細編みを入れます。で、細編みを2回入れます。で、えー、ここに長編みが5回入っているので、それぞれの目に細編みを入れていきます。このようにあのー、細編みを長編みを5回入れる段で必ず終わるようにしておくっていうのもまあ一つのポイントで、いつも同じ作業になるので楽ですよね。で、最後ですね。最後は まずスペースに細編みを2回入れまして、1回、2回、そして鎖の下から3番目ですね、1、2、3番目に細編みをしっかり目の中に固定して編み終わります。こうしますと肩のところ若干ちょっと目が、段がしっかりするので補強されて、今一番負担かかるところでもあるのでしっかりと着ていただくことができます。 で、後ろ身頃を編んだ後でか、前身頃につなげる方法をご紹介したいと思います。後ろ身頃も前身頃と同じ高さになるまで編んでいただいてで。調整していきたいですね。はい、ということで同じ段を編みましょう。先に前身頃、右と左を編んでしまって、後ろ身頃を編んで、そして前身頃と後ろ後ろ身頃を編みながら前身頃とつないでいきます。 はい。後ろ身頃も前身頃と同じ段数編んできました。この場合12段なんですけれども、編んできましたら、はい。えっ、ー、と、今から肩のラインをつなぎながら補強の細編みを入れていきます。で、今編んでる方、編んできた方が裏側となります。こちら、細編み裏側になってますよね。で、えっ、ー、と、表側から編んでいくんですけれども、 仕上がりはこの先ほど見えた裏側が表になるんですけど今便宜上ちょっと裏と表という風に言っておきますけどこちら裏側と裏側が合うように合わせます本来は中表に合わせてますけど細編みの目の関係で裏が中という風にお伝えしておきますで立ち上がりに鎖を一目入れます入れたらですね 前身ごろの方ははい奥から外から内側に向かって刺しましょうよくご覧くださいね動画の中でやっているようにしていただければできますよそしたら入ったら続いてですね続いて今編んでる糸の上を通ってはいまた外から内に手前の後ろ身ごろですね外から内に かぎ針を刺して糸を引っ掛けて戻してきますはい、4本かかっているので4本を同時に引き抜きましょうちょっとね一番目の最初の目が少し緩くなってしまいがちですのであのしっかりと緩まないように編んでいただくのも一つのポイントなんですけどちょっと若干ねこう。 取り回しが難しいと結構なかなかうまくいかないとは思いますけれども、できる限りあの緩まないように取り付けるようにしてみてください。目は必ず外から内に向かって入ります。外から内ですね。入ったら人差し指の糸の上を通りまして、 反対側の長編みの目がありますね。長編みの目に外から内側に向かって刺して糸を戻してきて4本かかってますから4本同時に引き抜きましょう。これを繰り返していくだけですね。ちょっと若干慣らしておくとうまくいくと思います。ちょっとあんまり緩まずにできなかったんですけど、まあよしとしましょう。はい、2番目からも前身ごろのこの細編みの目ですね。細編み目の目を 外から内側に向かって刺していきます。ちょっとこのように並べた方が分かりやすいかもしれないので、えー、っとご理解いただくために、こう対面のフェイストゥーフェイスに置きます。で、えー、外から内に向かって針を刺します。針を刺したら、糸を、また外から内に向かって反対側のパネルですね。で、糸を戻してきて、4本同時に引き抜きましょう。 入りました。もう一回前身頃の目を外から内に向かって刺したら後ろ身頃の目を鎖なので鎖ごと取り回して糸を戻してきて引き抜いてつなぎます外から内はい細編みはダメですよ入りましたね内から内 外か内どちらも外が残るようにですねはいこんな感じでこの繋いだところに鎖目ができていきますよ外から内外から内引き抜いて四本同時に細編み外から内外から内 刺します糸を戻してきて4本抜いて細編みを入れましょう慣れてきたらね各目に入れるだけなのでそんなに難しくないと思います一目一目入れていくだけなので難しくないんですけど難しいことがあるとすれば 外から内に刺すということ。それから、えっ、ー、と、今、かかっ、外から内ですね。このように外から内にかけて、編んでる糸の上を通って、反対側の外から内に通す。ですね。そこがちょっとややこしいかなと思います。内から外に通してしまうと、あの、うまく噛みはないので。で、このように持っていただきますと、こうする目が確認しながら編めますので、 まあこのように編んでいただくのも2つピースを重ね合わせて編むというのも一つですね対面に置いてもいいし重ね合わせてもいいしどの方法でもいいんですけど皆さんの編みやすい方法で,で必ず糸の上を通ってから刺して糸を持ってきて編むと糸が常に下で通っていくので 編みやすいと思います。こういう感じ。です。外から見るとはい、このようにどちらも同じ目が入って、そして繋がってっていうのがお分かりいただけると思います。こちらのサイドが表側になります。裏側はちょっとやっぱりあの若干凹凸が出てるので綺麗には繋がってますけど、この部分を使わない方が。 見た目がね、おそらくいいいと思いますで。これぐらい肩を補強しておきますと安心して着用していただくことができますのであのどうしても負荷がかかる部分っていうのはやっぱり補強の意味も兼ねてあ、まあ、パターンには書いてなくても1段細編みを入れておくと全然変わってくると思うのでそのようにしてみる,見るといいかもしれませんね。 言ってる間にあの終わるんですけれどもあと数目で終わっちゃうんですけどでその前身頃の方が目数が少ないので前身頃のつなぎが終わったあとはそのまま今度後ろ身頃だけ細編みを編んでいきましてでそれで続いて反対側の前身頃ですねこれが最後の目になりますね、はい、最後後の目を編んだ後ですね。 3番目ですね長編みの3番目なのを確認してそうすると場所が合ってるという目印にもなりますのでこれでもう片側は終わりましたあっという間にねできますね表側から見るとこのような形ですであとは各目に細編みを入れていくんですけど反対側の前身頃との,あの結合部分が来ましたらまた今と同じ方法で編みつないでいっていただくと 一回で編みつなぎも終わりますし、糸をカットをしなくせずに、そのまま編んでいくことができていいです。で、このようにアームホールですね、脇ぐりも仕上がっておりますので、はい。あの、ピースのつなぎ合わせ結構めんどくさかったり、糸の始末が大変だと思うんですけど、この方法でしていただきますと、まあ補強も兼ねて細編みを編みながら、 ピースをつないでしまうということができるので糸始末が減るのでとてもいいんじゃないかなというふうに思います。特段あのー、弱くもならないですし着心地も悪くならないのでおすすめの方法です。はい、続きも編んでいきましょう。はい、続いて前立ての縁飾りを編んでいくんですけど皆さんは肩の端から始めて肩の端で糸が終わってると思うのでここでようやく糸 またカットしますね。えー、っと、前身頃でカットして、前身頃のもう一サイドでカットして、今、後ろ身頃のところでカットしたので、3回目のカットになります。で、私はあの、首の角に糸をつけておりますけど、皆さんは、右の前身頃の下の角に糸を取り付けてください。便宜上、私ここで糸が終わってるので、ここから始めますけれども、皆さんは、右の前身頃の角の、下の角に取り付けてください。 で、えー、っと、もう私は糸がつながってるんで、このまま編んでいきますけれども、必ず首の角から始めておくとうまくいきますよ。で、はめ鎖を一目入れたら、裏返します。で、裏返して今から、えー、縁飾りを編んでいきます。で、ここに、あの、今、目は、1, 2十12、13、14、15、16、17、18、19、 20、20目あるんですね。で、20目なので、まあ、6の倍数だと余るし、7の倍数でも、あん、は足りないんですけど、3回縁飾りを入れていきますので、均等に目を、えっ、ー、と、6と7の間ぐらいで入れていくとうまくいきます。立ち上がりの鎖を1目入れましたら、一番最初の目には細編みを入れます。細編みを入れたら糸を引っ掛けて、1、 12スキップして3番目の目に刺しますね。で、長編みを入れてください。で、鎖を3回入れて一番最初の目の鎖の前と足の手前ですね。手前の2本をこのように通しまして糸を引っ掛けて引き抜いてピコットを入れます。 また同じ目に戻って長編みを入れて鎖を3回入れたらピコットそれでですねあの編んでみてちょっとピコット緩そうだなと思ったらかぎ針をワンサイズ小さくしてください。 そうしますと、縁飾り割としっかりと編めて、綺麗に仕上がりますので <coughs>、これちょっとしたポイントなんですけど、あの、仕上げは少しワンサイズ小さなかぎ針を使うっていうのも一つの方法です。細編みを入れたら、1、2、3番目に刺して長編みを入れて、鎖を3回入れたら、長編みの目に引き抜いて繋いでピコットを入れます。 これを4回繰り返しますね。2回目の長編み、2回目の、1、2、3個戻って、はい。前の鎖と前の足に刺して、引き抜いてつなぐピコット、3回目、長編み、鎖3、長編みの目に引き抜き、長編み4、鎖3、ピコット、 で長編みが5回そしてそれぞれの間にピコットが1234回入りますそしたらですね123個スキップして4番目ですね4番目に細編みを入れてちょっと数を調整しておきます。 あの、全部で6の倍数なので、6x プラス1となりますので、18プラス1で19目。で、全部で20目あるので、どこか1箇所だけ3目スキップが必要なので、ここで3目先に忘れないうちにスキップしておきます。あとは6の倍数なので2目スキップしたら、長編みを編んで、鎖3、ピコット、これを5回繰り返しますね。2回目、 ピコット三回目ピコット四回目ピコット五回目はいで二、えー、目スキップして細編みを入れます。 逆算して数えておくと、どこに入れたらいいかわかりますよね。はい、二目スキップして三番目に入れますね。二目スキップして三番目に。はい、三目残りますので。三番目に、こ長編みとピコットと,と。を、えー、四回繰り返して、最後長編みを入れるということの繰り返しとなります。 ピコッ入れるメリットは何かと言いますとあの、まあ、飾りにもなるんですけれどもそれ以外にも少しスペースを、えー、っと追加できるというメリットがあるのであの厳密にはもう少しその 5, 5目以上の幅が出るので突っるこれで後ろに3目入りましたね。 はい、続いて前立てに行きます。前立て3の倍数で編みました。これが今からこう、あの、こうそうしてくるんですけれど、3の倍数のそれぞれ3段の2段目に今の、扇形を入れていきます。全部で今私24段あるんですね。で最後の細編み2段は、あの、目とは数えないのでスキップして、 一段目はスキップして、二段目ですね。二段目のこの長編みの足ですね。ポストって言うんですけど、ポストに同じように長編みとピコットを入れていきます。 で、細編みもなく直接ピ、あの、長編みとピコット入れてってますけれども、気になる方は、先に細編みを入れてから始めていただいてもいいです。ただ、まあ、全体的にこの、あの、扇形を入れていくので、そこまでの必要はないのかなという気はしますので、で、前なので、そんなに、あの、負荷もかかりませんし、まあ、ボタンをつけたとしても、 まあそれほど肩ほどは負荷はかからないと思うのでほぼ飾りのような感じでいいです。でえー、っと3段目のポストをスキップして次の1段目と3段この3段目と次の1段目の間にの目の中に細編み入れます。こうしていただきますとはい入りましたね。そしたらまた1段目をスキップして2段目ですねこの2段目から編んでいきます。 一二三ですね、三段使って、三段と次の三段の間に細編みを入れるということですね。長編みを入れて、鎖を三目入れたら、ピコット。長編みを入れて、鎖を三目編んで、ピコット。 はい、4回目ですかね。ピコットを入れて、5回目の長編みを入れたら、次のポストはスキップして、 はい。その次の段の目の中ですね。目の中に入れてあげるとしっかりと固定できますので、あのポストは割とぐらつく場所なんですけど、まあ、このようにしていただきますと、こう、形もきれいに出てくるので、はい。細編みは必ず目の中に入れるということですね。こんな風に編んでいただければと思います。 はい。で、これで、えっと、前身ごろ、両サイドが編んで、前、後ろを編んで、前を編み終わるという形になります。編み終わりのところを一緒に見ておきましょう。はい。えー、フロント版前立ての部分が編み終わってきたので、最後のところを説明したいと思います。 で先ほどと同じように3段ずつ編んでくると最後一番最後の段になりますのでここちょっとね糸引っ掛けにくいので2本引っ掛かる感じで引っ掛けて細編みを入れていただくと割としっかりと編み終わることができると思いますはいであの最後は結んでおいていただいて糸をカットしてくださいでこのような形で3段置きに エイジングが1個ずつ入っていきます。ですので、編んだ段数割る3の数がえー、っとこの？エイジングの数となります。ですので、後ろ身頃においてもあの少しこうだ。目の数を増やされる場合には。7。および6で割れる数で編んでいただくことになるんですけど、まあ後ろ身頃は？ エッジング3個でちょうどいいのかなというふうに思いますはいでこれでえー、っと前立て部分の縁飾りが終わりましたので脇ぐりを編んでいきましょうはい脇ぐりの縁飾りを編んでいきます脇下の中心部から始めていくとうまくいきますのでそこから 始めますまずそこに糸を取り付けたら最初に細編みを編まずにそのまま鎖を3個編んでピコットを入れましょう、はい、鎖が3個入ったらえー、っと一番最初の鎖と取り付けた目と両方に糸をかませてで引き抜いてあげるとピコットが割としっかり取り付けれると思いますので3目で足りない時は鎖4にしていただいても構わないのでこのような形でピコットを入れます。 そうしましたら4目。目細編みを入れます。1。2 3 4。で、最初にですね。あのー、細編みを入れなかったのは全部で9目だからですね。はいで123鎖を入れて細編みの鎖の前と足の前の足に糸を引っ掛けて引き抜いてピコッと入れましょう。 はい。続いてですね、このマーカーの目はスキップして、続いて本体の、この縦のラインに移ります。で、ここからはこえ、長編み1段に対して細編みを2目入れる形で入れていきます。ちょっとこれ後でやり直しますけど、まあ、簡単に言うと、簡単には、 ポストに2個細編みを入れていただいてもいいんですけど、しっかりと固定させるためには、1番目はポストでいいんですけれども、2番目の細編みは目の中に入れていただくと目が落ち着きますので、目の中に2番目の細編みを入れる。続いてポスト。続いて目の中。 ですね。はい。こういうふうに、ここに目がありますので、この目の中に刺して、目に細編みを入れてください。で、細編みが4回編めたら、鎖を3回編んで、ピコットを入れます。もう一度、ポストに1個、目の中に1個、ポストに1個、目の中に1個で、合計細編みを4回編んだら、鎖を3回編んで、 引き抜いてピコットを入れるこれを繰り返しておきます2段ずつですねそうついつい間違えちゃうんですけど2つ目は目の中ですねポストにあのに個入れていただいてもいいんですけどやっぱりポストであの編みますとちょ,ちょっと多少目がぐらついてしまうというかあの不安定なんですよねなので必ず まあ目,の目が取れる時は目,の目で取っていただく方が安定性が増しますのでそのようにちょっとずれたりもしやすくなりますのでねで4回編んだらピコットですね。で前身ごろ後ろ身ごろと同じ段数ですのであのいくらこの前,た前の部分が奇数段であったとしても必ず後ろと組み合わせると偶数段になりますから。 二段で一個二段で一個という風に編んでいただいたら問題ないのでそこはそんなに気にしなくて大丈夫ですはい一番上の方まで来ましたかねまだかな、まあ、このように編んでいくわけなんですねはいピコットですねポストに 入れて、目に入れてですね。ポスト、目の中。ポスト。目の中、はい、ここですね。ここ肩のラインに来てます。まあ、とりあえず一つ目の。細編みに入れて、ピコット入れますけれども。 次の,あの後ろ身ごろの方の細編みはスキップしても次は直接この長編みのポストに行っていただくあるいはピコット入れる時にこの長編みの上の目ですね上の目の中に入れていただいてもいいですで奇数段の場合真上でピコットじゃなくて1段下でピコットになってその次は後ろ身ごろの1段のところでピコットになると思うので 場所は変わりますけど、とにかく前も後ろも同じ位置にピコットが入ると思うので、そうであれば間違ってないというふうに確認していただくと大丈夫ですよ。目の中ですね。あの、必ず偶数になるので大丈夫です。どうしても後ろ身頃の方を段数増やしたいっていう場合には、 あの後ろ身頃は2段ずつ増やしていただくあるいは前身頃の脇ぐりが奇数だったら後ろも奇数にしていただくという形で全体で偶数になっていれば問題ないのでそのように調整していただいてもいいです。これちょっと上級テクニックなんですけど後ろ身頃の方が若干長い方が着心地がちょっとあの肩が猫、ね、背になっても上がらないので 猫背の方とかは特に後ろのこの袖口のとこちょっと脇きくり長くするのがいいかなというふうに思いますけれどもねはいで最後の方まで来てますのでまず目の中に入れてポストに入れたら次は目なんですけどはいこれですねこのマーカーを入れた目に4番目を入れてピコット入れるとこの角にピコットがくるので。 ですね。で、あと細編みを4回入れていきます。1回。2回。ここに鎖2。目がありますので、3回4回と入れたら最初のピコットもしえ繋いで終わります。もしくは最初の目でもいいです。まあ、ここは脇下でほとんど見えない部分なので、そんなにせん。あの神経質に。 考えなくても大丈夫なんですけどえっ、ー、と気になる方はちょっと綺麗に収まりがつくようにしていただいたらいいかなというふうに思います細いレース糸たものに比べてちょっと太めの糸で編むときにはこの辺のこの仕上がりとか目の感じが割とあのー、ラフな感じに見えたりもするのでまぁ、あ、ちょっと 早くは編めるんですけど手は抜けないところはやっぱり細い糸に比べて多少あるのかなというふうに思いいいますはい、ということで簡単にできてしまうんですけれどもこの前の前立ての縁飾りですねはい脇ぐりも綺麗にこにピコッと入ってますけれど前立てのこの縁飾りのところこの部分ですねボタンホールにもなりますので、まあ、ボタンをつけてボタンで脱着あの脱ぎ着したいという方はボタンで着ていただくこともできます。 で最後はですねあのフリンジをつける作業になるんですけどここですねこの後このフリここですねここがボタンホールになるのでこれをボタンホールとして使っていただくと比較的簡単かなというふうに思いますもちろん目の中に取っていただいてもいいですよではフリンジをああの作っていきたいと思います はいそれではフリンジ用の糸をカットしていきましょうフリンジ用の糸は3 0ンチずつカットしていきます。3 0ンチを測ったら1本目印となる糸をカットしてあとはこの目印の糸を一緒にカットしていくと全て大体3 0ンチになりますので、まあ、そんな感じで カットしていただい,たらいいいいたただらかなと思います面倒くさい時は3 0ンチの幅のものを用意していただいてそこに巻いてそれでカットしていただくと早いですねちょっと今回はえー、あそれでこのフリンジなんですけれどもあの10目のこのマスの中にフリンジが4個入っておりますで簡単に取り付けるポイントとしてはこのそれぞれの10目のマスがありますのでそれのこの縦の 長編みのラインですねこの長編みのラインにそれぞれ入れていただくで次はその間のこの5目のところにあるライ長編みですねここに入れていただくそして残りの2箇所はそれぞれの間に適当に入れていただく目と目を割っていただいてもいいので中4個なので 2, 2目2目の間を割っていただくと綺麗いに4か4個分割できると思うのでそのようにフリンジを入れていただくといいかなと思います。この松ぼっくりが目印ですよね この松ぼっくり一個に対して、フリンジが四個入るという風に考えていただくと簡単かなと思います。十、は、八、い、個模様があって、二本ずつ四回入れるので、百四十四目。そして、二本必要なので、百四十六本必要になります。はい、ということで、フリンジを取り付けていきましょう。この長編みの目の下の目に刺しまして。これが五番目なんですけど。二本。 一緒にして半分に折りますね半分に折ったらはい裏側から引っ掛けたかぎ針に引っ掛けて裏に通してできた輪の中にフリンジを通しましょうはい、これで取り付けれますで続いてまた今度マス目のこの長編みを探してくださいこの長編みですねこの長編みから降りてきたところの目にある目に フリンジを取り付けます。裏からかぎ針を刺しますと綺麗に取り付けることができますよ。はい。で、えー、っとそれぞれのフリンジとフリンジの間が四目になっているはずなんですけど、ここ一個目ちょっと間違えたのでやり直しますね。はい。通して。 はい、取り付けますこんな感じでまずここののラインのところに取り付けていきますでままずまあこの大きなラインのところから始めて続いてその真ん中4目ずつスキップして入れていくと4目開けてその次の目っていう風にすると分かりやすいですよね。そのように目印になる目から始めていってその間に入れてさらにその間に2本ずつというふうに入れていくと均等に取り付けることができます。 順番に最初から細かくつけていくのではなくてまず大まかにつけていくっていうのがポイントとなります。はい。まず間4目ずつ開けながらフリンジをつけていってさらにちょっとまあ若干少ないかなと思ったさらにその間にフリンジをつけていくとフリンジが結構こうあの揺れてきれいな。 飾りりになりますのでフリンジっていうのはたくさんつけた方が綺麗な場合がありますのでまあ、そんな感じでつけていきますで全部つけ終わりましたらあの端が不揃いになってると思うのでこの不揃いになったところを揃えてまあ、散髪するようにですねはい揃えていただいてカットする。 であのカットする前に一旦ちょっと軽く水洗いして、この糸のヨレを戻してからきれいにカットすると、まっすぐカットすることができるので、まあ、それもテクニックの一つと覚えておいていただいてもいいかなと思います。以上ですね。作業は以上で、このカーディガンは簡単に作ることができます。はい、いかがでしたでしょうか。それではもう一度復習のために細かく見ていきたいと思います。よろしければ最後までお付き合いください。 はいそれでは必要量とゲージを確認していきます先ほどのリサイクルコットン1玉で編めた大きさがこのような正方形ですね端から端までが3 8ンチぐらい高さが3 5ンチから3 6ンチぐらいとなってほぼ正方形になっております一応ちょっとインチでもご紹介しておきますけれどもはい ですねこれが一玉で結構大きなものが目ますねで続いてゲージを確認します10センチ角の中に何段何目あるかですね56788段入っておりますで目の数はあの長編みから長編みまでが10名ですよねでそれで合わせていって10名なので残りを123456という風に数えると16目であることがわかりますということでゲージは16目かける8段 ということでこれをもとに計算を行っていきます最初にある程度予測は立てておいたんですけど実際にこのようにゲージを編んで確認した方がより正確なゲージが出るので皆さんもよかったら一玉目は練習と思って編んでみてくださいではまずあのパターンを見ていきましょうはいこちらちょっと英語が多いので気になる方はブログの方にまた後ほど載せておこうと思いますかまず定線のところを見ていきましょう はい、ゲージは十六かける八段で、三十五センチかける三十五センチ、六十一目かける二十八段でしたので、それを元に算出します。と、出来上がりの寸法がより細かくわかるようになります。全体の長さ、フリンジを除いた長さが七十五センチぐらいですね。幅が六十三センチ、そして肩から肩が五十四センチぐらいになりますね。 え、6センチ3センチ3センチ引の6センチ引くいので63から6センチ引くと57センチかな？はいになります。で、脇ぐりなんですけれども、えー、っとあファンの数ですね。このファンの数も3の倍数で増やしたり減らしたりできます。脇ぐりも調整できます。 でフリンジのを抜いたえー、脇下までの長さが5 5ンチで44段そして脇ぐりですけど今回 20cm 取っておりますので 20cm16 段ですね16段にしておりますまあ偶数なんですけれどもここはもっと脇ぐり大きい方がいい小さい方がいいっていう方いらっしゃると思うのでその方は全体の長さが3の倍数になれば段数は構いませんので3段おきに増やしたり 減らしししたりてて調整してくださいあんまり長すぎて困るという方はあの 44, え44段よりも少ない数で42段40段等で編み終わって脇きぐりをもう少し取っていただいてもいいと思います。なので一番大事なのは多分脇きぐりをまずどの サイズにするかを決めてしまうってことですね。それさえ決まればあとは引き算なので、作りたい長さから脇ぐりを引いて、そしたら残りの長さが出てきます。で、その時にフリンジがだいたい12センチぐらいありますので、そのフリンジの分を差し引いてから計算していくといいかなと思います。そのためにもやっぱりゲージがあると何段必要なのかっていうのがわかるのでいいかなと思います。で、フリンジのえっ、ー、とこちらが今回編んだパターンの編み図となります。 この編み図を書いておくのもポイントでこの編み図があれば例えば袖をこのカーディガンに袖をつけたいってなった時に袖を今度減らしめし増しめしたいってなった時に簡単ですよねその話はとでしますこちらは前立てに使った縁飾りの編み方と袖ぐりの縁飾りの編み方の編み図となりますはい六の倍数でしたので 長編み1段を 2, 2目と数えるとうまく調整できると思いますちょっと計算をしていきますけれども181目は61目で割りますと大体いい3倍なんですねですので先ほどのこのサンプルがまず3玉必要ですよねそして高さがえっ、ー、と大体2倍ぐらい。 必要になりますので6玉必要そして追加で予備に1玉そしてもう1玉はフリンジと縁飾りの分で合計8玉あれば、ま、編めるかなと思います心配な方は9玉10玉とご用意していただいてもいいと思いますゲージの練習したい方はそあのそののあ10玉のうちの1玉を練習に当ててあと残りで編んでいくという形でいいかなという風うに思います はいこちらですねこちらが仕上がってるあの網目になりますとても涼しくて柔らかい網目ですね色も結構チョイス良かったなと思いますこのストレートグレーすごく綺麗に多分着こなしていただける色なんじゃないかなと合わせやすいですしね白に合わせても合いますし涼しげに着こなしていただけると思いますはい柔らかいですよねこんな感じでテロンと なりますのでまあ袖をつけていただいても素敵かなというふうに思いますこんな感じはい可愛い,いですね模様がそれとあの肌の色が透けるのででこういうレースとても風通しがいいので涼しいですよねで例えば袖をつけたくて袖を増やし目したいっていう方いらっしゃると思うんです手首より脇ぐりまで太くしていきたいそういう方は斜めにこう編んでいくときに例えば 仕上がりの目数が分かって始まりの目数が分かったその部分をこう取っていただくとある程度何目ずつ一段あたり何目ずつ増やしていけばいいのかな増し目は何段置きにすればいいのかなっていうことが分かってくると思うのでそんな風にしてこのゲージをサンプル編んでおくと使いやすいですよね。 で例えばこのサンプルを編んでじゃあこちらこれを編んで三角ショールが編みたいっていう方もいらっしゃるかもしれません。その場合はまあこのように三角に折っていただいてラインを取っていただいてそれで増えていく目数を見ていただいてもいいですし、まあ、こんな感じで45度ぐらいのところに沿わせていただいてどんな風に目を取っていったらいいのか確認していただくと。 まあいいかなと。で、左右対称にこうなるように場所を取っていただくといいかなというふうに思います。そんな感じですかね。はい。で、もう一度パターンなんですけれども、で、これをじゃあパターンに置き換えてみたときに、この編み図を書いておくと、まあ、それがこう実際に編まなくても、この 編み目のこういう編み図で合わせてって確認することもできますよねで今回はだいたいあの私は長編みふっが、えー、長編み一段が横の目数のだいたい2倍なので計算がしやすいんですけど人によってはやっぱり2段3目ぐらい鎖で言うと3目ぐらいある方もいらっしゃるので2段でうまく収まらない場合もあると思うんですよねでそういうところもあるのでちょっとまあ 編み図でおおよその見当をつけるつけると失敗する方もいらっしゃるかもしれないですしまずはご自分のねあの手の癖をご理解いただいて自分は長編みだったら大体何目何段ぐらいなのかなっていうのを確認しておいておかれると、まあ、デザインしやすいかなというふうに思います。はい でえー、っとあ水があるとこう定規を当てたらあこのように増し目をしていけばいいのだなというふうにわかりやすいのでいいですよねでこのあたりのお話はあの広瀬先生がお話しされてましたので動画のリンク残しておきますので興味がある方はご覧いただければいいかなと思います私もとても勉強になったのでこうゲージを一玉編んでしまってで一玉からサイズを取っていくっていうのがすごく 斬新だったので今回そのかやり方で何玉必要かっていうのを確認させていただきました使った糸はこちらになります50メートルで120メートルゲージ書いてありますけどお選びになるとき今23名30段ぐらいのメリアス編み用の糸を使っていただくと同じように編んでいただけるんじゃないかなと思いますもちろん違うサイズで編んでいただくことも可能なのでその時は私がやったようにゲージを取ってこのサイズを確認してそれであの下の図形をか 元に、えー、とサイズを取っていただけるといいかなと思いますでは最後までありがとうございましたまた次回お会いしましょう Thank you for watching and see you in my next video Bye bye